ブルブズもしかしたら4位で落ち着く可能性ある、うん、最近ひどいなブルブズ。今日も最悪だよ。もうバカげた負け方ですね今日も。スパーズに1点差で112対113で逆転負けしてしまいました。これもまた4ピリでやらかして、オフェンスがマジでひどいね。オフェンスがマジでひどい。まあ、いろいろ言いたいことはあるんだけど、今日はちょっとクリス・フィンチがやらかしたっていう風に言ってる人が多いかな。で俺も同意かもしれん。まあでもマイク・コンリーいないともう仕方ない部分もあるのかなとか思いながら、コンリーいないだけでこんなクソみたいな試合ばっかやるわけにもいかないし、まあ、コンリーがいなかったっていうのが一番大きいんだけど、まず一個あるのがピックアンドロールがね最近増えてるんだよね。ウルブズって実はあんまりピックアンドロールするチームじゃなくて、けどピックの割合が結構増えちゃってて、それがうまくいってない一つの要因かなとも思う。っていうのもエドワーズのゴベアの使い方はまだ確立されてないというか、まあ、そこはあまり効率良くないのかなっていうとこもあるし、まあ、ニキールもピック使うのは別に得意じゃないし、マクダニも得意じゃないし、トロイ・ブラウンもそうだし、ミルトンもそうだし、一番得意な選手タウンズまであるんかなタウンズとゴベアのピックが一番効率いいまであるのかな。本当、まあ、ピック使うんだったらもうマイク・コンリー一択なんだけど、コンリーもいない中ででもピックも増えてだと、やっぱウルブズの強みってあんまり生かされないよねみたいなのがありますね。でもう一つはあのタウンズの3がねここ最近増えてるような気がする。スタッツは調べてないけど俺の感覚だと多分タウンズね3めちゃくちゃ打ってるんじゃないかな。ちょっと調べてみようかな。1月1日までのタウンズの3アテンプトが 4.6 本で 41%。 タウンズにしてはね 4.6 本ってすごく少ないんだよな。去年が 5.7 本。一番多い時で 7.9 本平均で打ってるから、それが 4.6 本はすごく減ったよね。っていう中で、そのドライブメインのオフェンスを、やるようになったんだけど、ただこれが1月1日以降だと、多分増えてるんじゃないかな。俺の予想なんか 5.7 とか8ぐらいまで増えてる気がするんだよな。俺天才か？ 5.8 本だ。ドンピシャで言い当てた。1月1日以降だと3のアテンプトが 5.8 本で、まあでも確率 48% で決めてるからあれなんだけど、ただこの 48% でいわゆるあの62点取った時の3 10本決めましたっていうのがだいぶ大きくて、結構こうそれで調子乗っちゃった感あるんだよな。こう努力せずに、まあ、努力せずにっていうか、こうなんかもっとドライブ仕掛けてた時の方がいろいろアプローチ、対戦相手によってアプローチしてるなみたいな感じがしたんだけど、最近もう開けば全部3でいいでしょうみたいな、まあ、確率で言うとね 48% で決めてるから全然いいんだけど、まあいろいろやっぱ打ち方もあるじゃんね。個人的にはあの得点ってこう結局全部2点全部3点でしょって、どんなシュートでも全部2点でしょ全部3点でしょって、同じ2点でしょみたいな言われるけど、個人的にはそうじゃないと思ってるから、例えばアリウープでのダンクの2点ってすげえチームの雰囲気を上げる2点だし、ね、ステフィン・カリーの3ポイント、なんかこう観客がドッと湧く3だから、シャリッチの3とカリーの3って観客の湧き具合違うしとかね。個人的にはそのタウンズの3が確率よく決まってたとしても、なんかもっといいオフェンスがきっとあるんだろうなとか思っちゃうんだよね。だあの打ち方は多分ウルブズというクリス・フィンチはあまり求めてないような気もする。だからこそキャリアハイで平均8本打ってた時代から、ね、半分ぐらいまで4本ぐらいまでこう落としたわけじゃんね。そんなことできるヘッドコーチあんまりいないんじゃないかな。キャリアハイ8本打ってた時 41% で3決めてたのに、それでもいや3よりもドライブした方がいいよねって、それを説得できるのってすごいよね。でもそれってなんかそのね、その 41% っていう期待値よりも何か大事なものがきっとフィンチの中であって、でそれが序盤はすごいうまく噛み合ってたんだけど、まあでも本当ね、ウチャ入るから、こう結局ターンズの気持ち次第で乱発になったりとか、ね、そういうのがあって、最近はそういう状態かな。だかピックアンドロール増えてますけど、ピック使える選手がウルブズにはそんなにいません。でマイク・コンリー欠場してるからなおさらです。その上でターンズがこうアグレッシブに攻めなくなってしまった、スリーポイントで終わる時が多くなってしまった、ポストプレーもほとんどやりませんっていうので、乱発乱発
乱発でチームのこう流れが止まることが多々あって、でその上で今日はクリス・フィンチの多分起用方法があまりよろしくなかったのかなっていう。っていうのも今日マクラフリン、ミルトン、カイル・アンダーソン、ナズリード、ルリ・ゴベアみたいな、ラインナップになったのね。でその時間にバー追い上げられて10点差が全部なくなっちゃったよ。でそのマクラフリンとかミルトンってこうウルブズファンの中ではあのノンシューター扱いなのね。まあ本当にノンシューターかって言われたら別にノンシューターではないんだけど、こうシューターではないっていう感じかな。ノンシューターというかシューターではないよねっていうのがあって、だからゴベアはもちろんねノンシューターだし、でカイル・アンダーソンもノンシューターだし、その上でシューターじゃないマクラフリンとミルトン4人が出るとこうなかなかにスペーシングもクソもないし、まあ、シュート入らんし、でそれで流れ自分たちで悪くしちゃうしみたいな。それがちょっと、まあ、今日のスパーズ戦の敗因はクリス・フィンチのその起用方法が良くなかったのかなみたいなのがあったりするんだよね。例えばマクラフリンは、1月からの3の確率は、33%、 ミルトンも 33% っていう状況で、だからそのミルトンではなくトロイ・ブラウンジュニア、トロイ・ブラウンを入れた方がいいんじゃないかみたいなね、声もあったりとか、まあ、ただブラウンもブラウンで1月からの3ポイントは 30% しか入ってないから、まあトロイはほとんど出てないから本数がそこまでないんだけど、うん、まあ、そういうのいろいろこう最近あってのちょっと連敗が続いてるっていう感じですね。クラッチのアント最近微妙じゃない、そもそももともとあんまりエドワーズのクラッチを信頼は個人的にはしてないんだけど、まあまあでもこういろいろ彼も考えてるとこあるから、まあ多めにそこはそこまで気にしてないかな。やっぱり問題はピックピックアンドロールの使い方が全体的にまず良くないっていうところがまず一番大きい問題だと思うし、その上でタウンズのこうスリーポイントの乱発、その辺をどうにかしなきゃいけないっていうところの方がまず優先順位は高いかなっていうので、まあ今日クリス・フィンチもその4ピリこの流れをどうにかしたいっていうのでタウンズにポストプレーを何回か連続でやらせようとして、でそれが結構うまくいってみたいな、で最終的に競ることはできてたけど、まあそれをこう選手らからやれるようになると、まあ、クリス・フィンチも嬉しいのかなみたいな。で最近ニキールがあのマイク・コンリーの代わりをやってくれてるんだけど、まあ、言うてニキールはその本職のポイントガードじゃないから、まあ、多分そこまでタウンズがちょっと乱発してるなとかポストプレーさせなきゃなとかそういう多分こう気遣いはまだできないんだよね。だからこそマクラフリンがそれをやらなきゃいけないんだけど、まあ多分マクラフリンもそんなできてなかったのかな。ウルブズはあのトレードデッドラインでやっぱりポイントガードのバックアップを獲得するかもみたいな噂はあって、もしかしたらどっかで動くかもしれないね。特にウルブズなんて優勝のチャンスはさもう20年に一度あるかないかのレベルだと思うから、その20年に一度のチャンスが今回ってる状態で、なんかいやまあまあ様子見ようやなんて甘ったるいことを言いたくないところもあると思うし、もしかしたら、ね、今結構完成されてるチームではあるけどさらにアグレッシブに動いて最後のラストピースを獲得するみたいな。で個人的に思ったんがカイル・ラウリー、ラウリー来たらクソ熱い、ラウリーがバックアップポイントガードになってくれたらマジで熱いんだよな。個人的には結構そこ気になるね。まあサラリー的にはあのトレードで獲得するのはできないから、そうバイアウトしてもらってバイアウトからのミネソタ入り、いやマジで熱い。もちろんもうちょっとねオフェンスとかプレーオフレベルじゃない部分はあるけども、今のウルブズの問題なとこってそのラウリーが何かしなきゃいけないとかじゃなく、のラウリーが気を使ってでこうエドワーズとタウンズをお膳立てするっていうところが欲しいから、まあ、それだったらまだできるよね。エドワーズが何もできないからポイントガードに何かしてほしいだと、まあ、ラウリーじゃちょっと物足りないんだけど、もうエドワーズとタウンズもねプレーオフ経験あるし、まあ、やろうと思えばやれるし、ただそのこうやり方ちょっと雑になったりとかそういう部分を整理できるポイントガードがきっと必要な中で、ラウリーがバイアウトできたらマジで熱いなって個人的には思う、ね、優勝を目指してるならウル
部分は全然あるでしょ。そうね、ラウリー的にも、ね、今のミネソタだったら、まあ、ワンチャン最後の自分のキャリアをかけてもいいって思ってくれるかなっていうふうに思うし、まあ最終的にはあの10日間契約とかでラプターズ、まあ、1日契約とかラプターズと最後契約して、でラプターズの選手として引退する姿を見たいっちゃ見たいけど、まだでもその前に最後悪あがきできるよね今年は。ラウリーもそれは思ってるはず。きっとラプターズで引退するっていう考えはあるんだろうけど、それはまだ来年以降でいいっていう、なんなら2年後ぐらい、来年まではちょっとどっかでこうあがきたいっていう気持ちあると思うから、まあ、ウルブズなんてちょうどいいと思うんだよね、そういう意味では。なんかハレさん思ってるよりラウリー厳しいと思う。いやまあ俺も去年のプレーオフでヒートの解説してる時に結構ラウリーに辛口評価だったの覚えてるから、いやわかるよ、そのプレーオフレベルじゃないと思うよラウリーは。ただなんか今のウルブズのその問題点がなんて言うんだろう、その心の支えじゃないいやなんかそのマンパワーでスパーズに負けるとかさ、ホーネッツに負けるとかさ、そんなチームじゃないからウルブズは。けど負けるわけじゃん、で試合の運び方なんで、それがやっぱりすごく、コンリーがいない時は特に問題で、その能力があるんでは別にラウリーじゃなくてもいいし、ラウリー以外にもねその能力に長けてる選手がいるんだったらそういう選手獲得してほしいなって思うかな。現状まあそんな簡単に頼りになる選手なんて回ってこないから、まあラウリーぐらいがその妥協点という、こう背伸びしすぎてないじゃん、言うてラウリー厳しいよねっていうのはあるから、だからこそヒートもねラウリー出してるわけ。ウルブズも別に背伸びしてないし、その上で現実的に取れる心の支えのポイントガードはまあラウリーぐらいなんじゃないでしょうか。あベバリーとかもね全然いいよ、ベバリーとかも全然いいけど、でもシクサーズがもう手放さないんじゃん。ベバリーに助けられてる試合も当然あると思うし、なんなら今日ベバリー大活躍し、ああそうなんだ。